もう戦いたくない、あんたと殺し合いたくない。あんたたちともエレンとも誰かがやらなくちゃいけないんだよ。やめ。誰かが自分の手を血で染めないと。食べないで。こちらには何の武器もありません。え、あっちに誰かいる？ご安心ください。あれは人畜無害の死に損ないです。対巨人用装備の兵士たちが多く、戦闘態勢でした。だけ待っててくれ、母ちゃん。俺は兵士になって、そして。ありがとうございます、コニーさん。俺一人のためにここまでしてくれるなんて。いいんだ、コニーさんはいい人でよかった。でも何とかして南に戻らなきゃ。兄貴とガビに合流したところまでは覚えてる。でもその後は一体何があったんだ。それにコニーさん、俺はどこかで見たことある気がするんだけど、コニーさんが俺を知らないなら気のせいか。みんな味方です。時間がねえ、早く行くぞ。
どこに？世界を救いに。鎧の巨人の硬質化が解かれたのは、いつ、どのタイミングで？壁の崩壊と同時に。アルミン、エレンは言った。全ての硬質化が解かれるって。俺たちは最悪の父親に生み出されてしまった哀れな被害者だ。しかし俺には助けてくれる別の父親がいた。お前にも誰か助けてくれる人が必要だったんだ。俺は決してお前を見捨てはしない。俺が始祖の力でお前を治してやる。やめろ、無駄だ。世界を救う時はお前と一緒だ。この島の外にある全ての地表を踏み鳴らす。そこにある命をこの世から駆逐するまで。エレン、もう一度質問させてくれ。君のどこが自由なのかって。そこから引きずり出した後、Where have you been?